かネットの受験企画ってなんか恋愛絡めたりとか、はいはいはい、しょうもない方向に行くんで、はい、ドラゴン小林とは言わないって言ってないんですけど、はいはい、受験企画やりますって生徒募集したことあるんですよ、はいはい、ってくる名前が嘘でしょ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 。Hello there! 始まりました、森哲チャンネルです。今回はですね、キャスタリス TV よりですね、小林さんにお受けいただきました、はい。よろしくお願いします、小林です。はい、キャスタリス TV すごく人気のですね、YouTube チャンネルもうなぎ登り、多分ですね、まあ、この動画が出る頃にはきっとですね、キャスタリスさんの方でも僕の動画が出てるかもしれないのでですね、ぜひですね、はい、見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ドラゴンホリエとか、それで、かなりあの出演者の方々とも、コラボしたと思うんですけど、どうでした？いや、もう楽しかったですね。もうというよりは、呼び寄りの匠さんには、はいはい、キャスタリス TV ってあれでしょ、ドラゴンホリエのサブちゃんでしょって言われて、結構いじってもらえるぐらいまであったんで、嬉しくてですね。そう、最初、本当にその匠さんにはずっと会いたいなと思って、はいはいはい、まあ、コラボがかなって、でちょうどそのお会いするときに、お会いしようと思って連絡をする日とかにちょうどなんかドラゴンホリエに出るとかが決まったなんかそういう感じなんか分かんないけどそういうぐらいだったんですよ。で、本当匠さんとコラボして、まあ、当然動画は伸びて、で、まあ、ドラゴンホリエ、まあ、僕ホリエさんの本結構実はビジネス書として結構読んでて昔から、で当然ドラゴン桜僕大ファンで漫画も全巻持ってるので、まあ、この動画見ないわけないでしょってことで、まあ、ガンガン見てたら結構こう一人一人の個性とかも浮かび上がってきて面白いなっていう中で、そのライブ配信をしていった匠さんがするときにその講師の大島さんが、キャストダイス TV って名前出してくれたんですよ。あ、認識してくださってるんだみたいな、うん、まあ実を言うとちょっと読み間違えてキャスダイ TV とかなんか言ってたんですけど、まあまあいいんですよ、名前は間違うのは。でもそれ言ってくださったんで、あ、もしかしたらと思ってちょっと DM してみたらコラボができて、はい、でこう大島さんにお会いしたら、あ、みんなキャスダイ TV 知ってますよ、すごい、とかあとなんかドラゴンホリエのインスタライブやってる時に名前を出してもらったりとかして、もうこれめちゃくちゃありがたいやんみたいなっていう中で、まあ、ちょっと受験生ご本人はなかなかインタビューできなかったんですけど、今のところ受験が終わって一旦その人棚がついたということで、あのたわしさんにだけはちょっとインタビューを、はい、させていただいたんですが、まあ、皆さん基本的に芸能人の方なので、はいはい、あの事務所を通したりとか、そうですね、まあ、そういった形が基本にはなると思うんで、まあ、そういうところをきちんとはもちろんやっておりますけど、大島さん来て、そうですね、オフ会大島さんお越しいただきまして、その時授業があってね、もうでもね、大事な授業じゃないと思うんですけどさ、いや会いたかったです、会いたかったなと思って、あ、そうなんですね。まあでも大島さんもサブチャンネルやってらっしゃるんで、はい、でそうですね、コンテンツ全部未到大生っていうので、はいはいはい、コラボしませんか、大島さん、森田先生と、森田先生と、すいません、はい、本当にいいんですか、いや、でも予定合えばしてくださるかもしれない、わかんないですけど、ごめんなさい、勝手に僕なんか勝手に流してる、恋のキューピッドみたいな、そうです、第2弾あるかもみたいな感じで、そうですね、楽しみですね、言ってて、で、あの、そうですね、ツイッターで第2弾あるんだったら僕英語やりますからうん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 ってですね、言ったんですけどね、なんかでもそれ系の企画を誰かが巻き直しても面白い、そうなんですよ、だからトイックとかやってくんないかなってすごい思ってるんですよ。あー、確かにそれはありじゃないですかね、なんか、うん、あの、まあトイックでも受験でもいいんですけど、うん、このまあなんかこうドラゴンなんちゃらにこだわらず、ね、はいはいはい、なんか受験企画とか、はいはい、なんか大体なんかテレビとかネットの受験企画ってなんか恋愛絡めたりとか、はいはいはい、しょうもない方向に行くんで、はい、比較的そこはなんか使いますよ今のところ、いや実際、いや恋愛者だ、良くないとか思ってるわけじゃないですけど、ね、だってあのドラマになっちゃってるじゃないですか、そう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 、台本があるじゃないですか、そう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 、そうじゃなくてガチで勉強してその台本がない世界に挑戦して合格不合格出るから、それが面白くてその受験系って見てると思うんで、いや、だって恋愛の台本が見たいならドラマ見ればいいじゃないですか、それ素晴らしいものがいっぱいありますから、敵を作ったかもしれないですけどその通りだと思います、はい、敵でもないってみんなそう思ってると思うんですよでもやっぱりそのガチ企画みたいなので、そうですよね、なんかね、こうやっていけばいいのかなと思う、したらやっぱ1個のチャンネルがやるにはちょっと大変なんですよね、はい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 、やっぱ生徒さんの管理もそうですし、勉強場所の確保とか、まあ、事務所とのどうのこうのとか、はいはいはい、
なのででやっぱり芸能人とかであれば当然その、まあ、ギャランティーの発生とか、はい、あとはなんていうのかな事務所との交渉とか厄介な部分もあるけれども、はい、でも出演が保証されてるじゃないですか。素人だといつ逃げ出すかわからないとか、はいはい、そういうリスクもあって、そう実は僕一回やったことあるんですよ。あ、そうなんですね、はいはい、前にですねそのドラゴン小林とは言わない、言ってないですけど、はいはい、受験企画やりますって生徒を募集したことあるんですよ、はいはい、でもお金は1円も取らないんで勉強法の指導しますみたいな、でまあ来ていただいた方がいたんですけど、なんか結局途中で約束守れなくなってやめるみたいななっちゃって、その勉強時間を何時間確保するっていう約束だったのに、なんか仕事を結構入れちゃって、はいはいはい、なんかできなくなっちゃって、それじゃちょっとダメですねみたいな、ありますね。そう、だそれうちの今のビジョン君ですね。800点企画。ちょっとまあ僕じゃノーコメント、そこはじゃノーコメントで、はい、いきますけど、まあ、だそういう難しさはいろいろあるんですよね。それを思います、ね、だからまあ本当アベマさんみたいな大きなところがそういうのをうまくアレンジするとかっていうのはすごいいいことだとは思うんで、うん、何かこうまた次なんかないかなっていうのはもうすごい楽しみにはしてますね。はい、また受けるって言ってますよね。あ、そうですね、まあ、バンドさんは言ってますけど、はい、タワシさんまた受ける、はい、そうですね、タワシさん受かるんじゃないかと僕は思ってますけど、タワシさんの英作文見ますよ、はい、あ、でもタワシさんでもガチで多分習いたいみたいなあるんじゃないですか。ぜひお待ちしております、はい、ちょっと連絡してみますよ。ああ、いいんですか、うん、ちょっと後で飯でも食ってると。ああ、そうですね、本当に、はい、本気で教えたいなって、ちょっともうここ今年勝負をかけてるんで、私は今年行かなかったらもうあれですかね、講師オーディション企画、あの審査員陣集めましたからね。やばいですよね、あれちょうど、日付っていうか分かんないですけど、昨日出て、はい、もう出た瞬間あの2分半ぐらいの動画拝見して、はいはい、もう出てくる名前が嘘でしょみたいな、そうですね、はい、お互いが絶対会えない人間たち、嘘でしょお互いが絶対に会うことがないなんでこんな人集まんのみたいな、すごいメンバーですよね。全員すぐ OK 出してくれたんで、すごいですね、びっくりしました、はい、僕も動画見て驚きました。はい、まあ嘘ですけどその前に DM で、そうそう、 DM で言っちゃってました、そう聞いたんで、あ、そうそう、あ、この先生この先生たちが、はい、まあまあ、でもやっぱ驚きでした、DM 見て、え、森田先生は何をしでかそうとしてるんだろうみたいな。3年考えてたんですよ、3年前からああいう先生たち集めて審査員にしてなんかできないかなってずっと思ってたんですよ、うんうんうん、なるほど。お互いから、今度西先生と福崎先生内緒ですけど初めて会いますね、その飲み会に私は行きますけど、はい、そうそうそう、あ、そう、それで どういないですか、誰かこの出てくれそうな人とか誰か出てくれそうな YouTuber でこれ出てくれそうとか、はい、YouTuber じゃなくてもいいんですけど、その勉強企画ですか。そうですね、この講師オーディションに出てくれるとか、講師ですよね、まあ、で結構今、はい、その数学が多いんですよ、そう、ね、あの勉強系って、はいはい、でやっぱり英語を教えてる人ってあんまりいないんですよね、僕の周りは。そうなんですね、うん、どうなんですかね、やっぱ数学とかだととりあえず問題があって解説をすれば動画になるからみたいな あるかもしれないですけど、英語だとやっぱり文法とかってやり始めたら結構足が長いから難しいとかって思ってるんですかね、どうなんだろうな。どうやって人を集めるというか知ってもらうかっていうのはすごいあってですね、ツイッターとかで集まるのかなとか、確かにそうですね、なんか拡散する方法があれば考えないといけないなと。でも一番はやっぱりこの森田先生のチャンネルが大きくなれば、そうです、頑張ります、拡散力が増えると思うんですけど、はい、応援よろしくお願いいたします。いきましょう、はい、森田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。TOEIC を勉強するのに役立つ海外ドラマを紹介していきたいと思いますね。で、楽しんで英語勉強したいっていう人、多いと思うんですけど、やっぱり TOEIC のですね、勉強になるものっていうのはですね、まあ、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.